ミヤハイ9人揃って、そうですね、まあ、近畿からは1人ということなので、うん、まあそうですね、綺麗になんか地区ごとになんか代表で分かれたみたいな形ですね。確かに今のメンバーの中でこの地区の争い、まあ、清水さんには平原さんで新田和成という、うん、面白い、うん、G1 の決勝まさにという感じが、うん、まあ、スピードのある選手がみんな残ったって感じです、うん、実際ワッキーとしては新ルールだったりという状況の中で今節を3日間考えると手応えだったりっていうのは、手応えとしてはなんか何もつかめないまま最終日迎えたなっていう感じです、ね、本来その状態もあまり良くないというところからスタートして、まあそうですね、結果だけ見ればまあ決勝には上がれているんですけど、うん、自分の状態面としては何が良くて何が悪いのかも分かんないまま迎えているって形です、うん、その上でただ準決はだいぶ気持ち前面に出すような走りはできてた、気持ちが前面に出てたのがジャンまででしたね。もうそこからはなんか自分の中での気持ちの弱さが出てるなって感じです、うん、じゃあ本当にその苦しい中でなんとか決勝にという、まあそうですね、まあ、悪い言い方するならブサイクな格好で決勝に上がったって感じです、うんうん、その上でもちろん近畿の宮杯という岸和田というのをでもう一段スイッチを決勝に向けて、そうですね、何かしらこう自分の中でできることはしたいなっていう感じですけど、うん、ちょっとじゃあ本当よっぽどその優勝だったりという言葉よりも今の自分でという、そうですね、うん、もう自分の中ではこう納得できるレースがしたい、とにかく、うん、この3日間自分が納得できるレースは1回もしてない、うん、決勝じゃあそこにこだわって、そうですね、うん、出ないと一発勝負のグランプリに行って勝つなんかもまだ夢のまた夢です、うんうん、いろんなものをじゃあ捉えつつ、そうですね、うん、しっかり頑張りたいです、頑張って、はい、ありがとうございます。